ほうれん草のペーストを作ります。用意するものはほうれん草、すり鉢、すりこぎ、白湯です。鍋にお湯を沸かしておきます。離乳食ではほうれん草などの葉物は葉先の部分だけを使います。まずほうれん草を十分に洗います。そして使う分の葉先だけを切ります。沸騰したお湯で柔らかくなるまで茹でます。目安は 2,3 分くらいです。ほうれん草などの葉物野菜は火が通りやすいのでお湯から茹でます。葉物野菜の中でもほうれん草はアクがあるのでたっぷりのお湯で茹でるのがポイントです。柔らかく茹で上がったら冷水にとります。軽く水気を絞ったほうれん草は包丁で細かく刻みます。すりつぶすので切る大きさはざっくりで大丈夫です。